セブンアイホールディングス総合、西部西部の店舗一覧、西部のロゴ西部の店舗一覧では、セブンアイホールディングス参加の株式会社、総合、西部が運営する、百貨店のうち、西部ブランドの店舗を掲載する。2020年現在、関東地方を中心とし、一部は東北地方、北陸地方に展開している。かつては、 セゾングループの中核企業であった株式会社西武百貨店による運営で店名も西武百貨店であった。現在の総合西武は西武鉄道及び西武ホールディングスと直接の資本関係はない。かつては電鉄系百貨店の中でも店舗網の全国展開が最も進んでいたが地方店、郊外店を中心とした不採算店舗の整理とともに現在は 関東地方の店舗に経営資源を集中させている。池袋本店と渋谷店が基幹店である。特に池袋本店は総合、西部の中で最大の売り上げを誇り、ファッションの西部の代表的存在であり、店舗別国内、売上高においては、第3位を誇る。祖合、西部全体で、地方、郊外の不採算店舗を積極的に閉店すると、もに、所沢店や、 東、戸塚店は、ショッピングセンターへの転換を行っている。関西、東海地方の店舗は、1976年に開店した大津店を皮切りに、地域市会社の西部百貨店関西によって運営されていたが、業績不振や糸満事件の煽りを受け、西部百貨店へ統合された。その後も年を追うごとに、周辺地域の同業他社及びショッピングセンターとの、 競合に敗れるなどして、東海3県では本社への統合後に出店した岡崎店のみ、関西地区でも2019年10月以降は前述の大津店のみが残り、2020年8月以降は両店舗の閉鎖により、関西、東海地方からは完全に撤退した。北陸地方や北海道についても、同様2988年に西部北陸や、 西部北海道が設立され運営に当たっていたが、前社は1993年に本社に九州合併された。後者も1997年の九州合併の後、2016年9月30日の旭川天平店をもって完全に撤退した。その他の地方にも出展実績のある地域が存在するが、2021年3月、 現在の営業店舗は6店舗のみとなっており、関東地区は常日の基幹店である池袋本店、渋谷店とショッピングセンターへ転換したところ東戸塚となっている。関東地区以外の店舗は東北、北海道地方で唯一の店舗である秋田県の秋田店と北陸地方で唯一の店舗である福井県の福井店のみとなっている。 秋田店西部秋田店池袋本店概用セーブンアイホールディングス基幹店の位置づけ2005年8月までは西部百貨店池袋店であったが同年9月の祖豪震災橋本店の開店に合わせて池袋本店に名称変更した通称は池勢によれば首都圏の商業施設で集客力1位 2020年2月期の売上高は1823億6900万円で、そごう、西部の店舗では、最も多い。日本の百貨店業界全体でも、伊勢丹新宿店、阪急梅田本店に次国内3位に位置する。ファッションに関心が高い顧客層に根強い人気があり、西部百貨店時代には前述のように、ファッションの西部と呼ばれ、MD や売り場編集能力も高かった。 1999年には、デンマークのインテリアショップのイルムスと提携して、イルムス館をオープンさせ、スカンジナビアモダンの流行の先駆けを作った。また、池袋本店のデパ地下は、ザガーデン自由が丘を出展させるなど、昔から他を圧倒する品揃えと人気があり、デパ地下ブームの火付け役になった。日経 MJ の2002年の調査や、インターワイヤードの2005年の調査では、 首都圏人気デパチカ、ナンバーワンにも選ばれている。都島園や都島園にはの湯、ラクーアなどが近いことから水着の売上枚数も国内有数である。西武百貨店時代の1975年には現代美術を展示する西武美術館が置かれたほか、数多くの文化施設から次々に新鮮な企画が打ち出された。新進作家の小物を展示即売する。 クリエイターズスペース、ビデオ、舞踏、落語などのイベントが行われた、スタジオ200、ソフトが豊富だった、ビデオポート、ビデオ制作の、スタジオテック、出張撮影が依頼できる、キネテック、貴重版の多い、ディスクポート、演劇ショップの、ワイズフールなど、メセナソフト事業も幅広く手掛けた。2021年現在でも6階に、西部アートフォーラム、 アートギャラリーを設置しているほか、店舗の内外に、西部百貨店当時に設置された、かの久ひらの現代美術作品が残されている。2008年6月に、東京地下鉄福都新線が開業した際には、池袋の顧客が、新宿、渋谷等の百貨店に流出するのを防ぐため、長年ライバル関係にあった東部百貨店と、協力して様々な取り組みを行った。 2021年には、西武ホールディングスと共同で、ウェブで発注された池袋本店の一部スイーツや、ギフトなどの商品を、西武鉄道池袋駅、富士見台駅、所沢駅構内に設置された、スマートコインロッカーで受け取れるサービス、ポピスタを2月8日から3月31日までの、間実証実験として行う、出前館などを使って、食品売り場の弁当や、 総材などを近隣地域に宅配するサービスを開始するなど新たな取り組みを行っている。フロア案内詳細は公式サイトのフロアガイドを参照。本館は北、中央、南に分かれている。北側に隣接する池袋パルコは総合西部の競合他社 J フロントリテイリング参加だが、かつては同じセゾングループに属していたこともあり、2021年現在でも 連絡階段で接続されている。7階に設置されていた池袋西部館郵便局は日本に唯一残ったシティポストであったが2018年8月31日をもって一時閉鎖となり営業を終了し2021年3月1日をもって正式に廃止された。本館別館書籍館2千十年のリニューアル二千八年から二千十年にかけて ファッションの西部の復権をかけ、総額400億をかけて、構造改善、耐震化工事を含むリニューアルを実施した。福都新鮮開業に伴い、池袋本店と渋谷店を連動させて、ブランドイメージの復権を狙った。この大改装の仕上げとして、地下1階のキュールノートルカフェ部分には、新たに、光の時計口を新設し、JR 南口方面や、 地下鉄有楽町線方面から西武池袋線への乗り換え客をデパ地下へと誘導しやすい作りへ変更した。また、地下、地上すべてのエントランスにおいてリニューアル工事を行い、白を基調とした明るい漢字へと刷新された。旧セゾングループの象徴的なものでもあった、東池袋方面からも確認できる大看板からは、ロフト、パルコの文字が消え、 西部東口を出た箇所の壁面にある袖看板も新しいものに変更。また、懸水幕広告も以前は大看板のすぐ真下,下、8階部分まで掲示していたが、レストラン外リニューアルに伴い、8階部分の展望可能な窓を増やし、懸水幕については7階の高さまでの掲示へと変更した。長らく、 イルムス館として営業していた別館には無印良品の機関店が新たに入居し、すべてのフロアの床面をリニューアルし、インテリアフロアと子供服フロアを入れ替えたりと、都内百貨店としては近年まれに見る大掛かりな改装となった。最後に改装の締めくくりとして、三越池袋店の閉鎖に伴い地下1階にて、期間限定ショップとして仮入店していたルイスビトンが、 旧第一関元池袋支店跡である、一階、パルコ寄りに、約14年ぶりに復活入店した。渋谷店、概要1968年4月19日開店。開店初日のセレモニーには、ライバルでかつ渋谷に地盤を持つ東急グループ総水、後藤昇も出席した。旧西部百貨店時代は、渋谷西部と表記された。池袋本店の池勢に対応して、 支部政党を略称されることもある。A 館と B 館の売り場面積の合計4万33平方メートル。セブンアイホールディングス期間店。2020年2月期の売上高は432億3100万円。A 館イコール、渋谷小畜映画劇場、B 館渋谷国際跡。建物所有は、小畜映画劇場株式会社で、全胸狩りで入居。 このほか、ロフト館、ムービダ館、パーキング館で構成されている。なお、両館の間にある井の頭通りの地下には暗渠化された裏側が流れているため、両館の間には地下連絡通路はなく、代わりに3階、5階、屋上階に空中連絡路が設置されたと言われることが多く、そのような記述の著作もあるが、実際には地下3階に裏側の下を通る形で、 地下連絡通路があり、従業員用として利用されている。当初、渋谷西部は駅から離れているため、集客、売り上げが伸び悩んだ。東横百貨店のある渋谷駅から買い物客を呼び込むため、宇田川町一帯を魅力的な市街地に変身させる、街づくりに着手した。1973年西部劇場、若年層にターゲットを絞ったファッションビル。 渋谷パルコ、1975年、パルコパート2を開業。さらに1986年にシードホールを備えた、シード館、1987年ロフト館など、新しいコンセプトの別館も開館。1985年ザ・プライム、1986年、クアトロバイ・パルコ等、セゾングループ全体で、新しい商業ビルを続々オープン、公園通り、 スペイン坂といった新ネーミングをつけることによって街のイメージも一新、セゾン文化の流行発信基地として成長させていった。こういった一連の動向が東急グループにも波及1979年ファッションコミュニティ1091988年文化村等が開業し、渋谷は東京一の最先端のファッションタウンとして発展することになった。 バブル経済崩壊後の1990年代前半、西部は小田急百貨店の母とこの原宿カリオン館の成功を真似たキッズファームパオを公園通り入り口に開業した。しかしながら、この施設は数年で閉鎖され、建物は現在タワーレコード渋谷店となっている。2007年3月、大規模改装を実施、高級品に特化した店舗として、 好感度なファッションを独自に提案する自主編集売り場が設置された。さらに、54のブランドが出展するラグジュアリーゾーンやエステなどが揃うビューティーゾーンを設けるなど渋谷店独自の展開がなされた。また、誓いの食品売り場もグルメマルシェとして再開。翌2008年4月開店40周年に際してはデザイナーズブランドを一堂に集めて販売する。 クリエイターズウィークの開催などの各種イベントが行われた。2011年にはアートミーツライフをコンセプトとして掲げ、2015年8月にはアートミーツライフのコンセプトで店舗をリニューアルし、アートとデザインを体感できるフロアや空間を強化したり、鋭感1階に変化し続ける光の柱、アートゲートを設置したりしている。売り場詳細は公式サイトのフロアガイドを参照。 A 館 B 館ロフト館ムービーダ館パ,パーキング館、所沢 SC 西部所沢店2008年撮影東、戸塚 SC 西部東、戸塚店福井店西部福井店2011年10月から展開を開始したセレクトショップ。同じセブンアイグループの伊藤洋華堂店内に西部のサテライトショップを設けることによって従来百貨店でしか扱っていなかったブランドを より身近な場所で購入できるよう顧客の便利を図った。また、ありオ仙台仙出店時からは新戦略として、西武きれいも導入。こちらも、また百貨店でしか扱えなかった、ブランド化粧品をコンサルティング販売する。伊勢丹ミラーが首都圏の駅ビル中心なのに対し、地方都市公外店からスタートさせた。しかし、不採算を理由に、旧。 沼津県の代替として営業している三島ショップを除いて2017年中に閉店する法人であり2016年以降順次閉店している。西部、祖合名義の小型店についても後に武蔵小杉ショップが西部廃島ショップと同じく2017年8月27日に閉店と発表された。一方で柏ショップは引き続き営業を継続するため 2017年9月以降、小型店は、西武三島ショップと、西武、祖母柏ショップの2店舗のみになったが、2021年4月に、武蔵小杉に西武ブランドで再出店することになった。西武三島ショップ伊東洋華堂三島店に買い、2015年9月4日、開店。前日の通り、旧、西武沼津店の代替店の位置付けで、西武、 蘇豪柏ショップとともに2017年9月以降も存続する小型店。西武武蔵小杉ショップグランツリー武蔵小杉1階。2021年4月28日開店。セブンアイクリエイトリンクが運営するグランツリー武蔵小杉には2014年から2017年まで、そご西武連盟の西武、そご武蔵小杉ショップとして出店していたが、 販売不振で撤退している。このため、そこを、西部としては、再出店となるが、今回は、西部ブランドのみとなった。ファッション中心だった前回出展時とは違い、池袋本店で扱っている、和洋菓子やギフト品を中心にした売り場構成となっている。以下は、過去に存在した、西部百貨店の店舗である。関東つくば店、旧西部つくば店、西部スポーツ。 吉祥寺、吉祥寺ロフト宇都宮店、大宮店、市川店、鎌倉店、八王子店、春日部店、西武、春日部店、船橋店、西武、船橋店、小田原店、中部、軽井沢店、沼津店、西武、沼津店、西武、沼津店、跡地。奥は新館を改装した、沼津楽運手前が、本館跡地の、ナイフェスタ、三島ショップ、静岡県三島市一番町2の25前述の、 現在、東洋華道三島店内で営業中の三島ショップとは別。静岡店、静岡店、浜松店、岡崎店、西武、岡崎店1971年に、株式会社、西武百貨店関西が設立され、同社による経営で、関西地区諸出店となる、新西橋店を開店した。大津店、西武、大津店、高槻店、西武、高槻店。 ヤオ店西部ヤオ店ン塚新店神戸店豊橋店、セゾングループの再編に伴い、1988年に株式会社西部北海道を設立。1997年、九州合併。旭川店西部旭川店札幌店、閉店セール中の札幌西部解体後の札幌西部、後地、函館店1988年、セゾングループの再編に伴い、 ダルマヤ西部、富山西部、小松西部の3点により、株式会社西部北陸を設立。1993年、西部百貨店に九州合併。富山店富山県富山市総久は3から4から15、地下1階地上8階売り場面積12,470平方メートル。1972年2月17日、総久は商店街で大火が発生。 それを契機に、市街地再開発事業が進展し、整備されたソークルは再開発ビルに、1976年7月2日、ユーストア北陸が、富山店を出店する。開店初日には10万人が訪れ、売り上げは1億円を記録した。ユーストア北陸は1973年に、設立され、1975年に、小松店、翌年に、 富山店を開設する。両店の運営は、西友の百貨店事業部が干渉していた。1981年に、富山店の運営は西武百貨店に移管され、ダルマヤ西部と一体的に運営する方針が取られた。1980年に社名を、西友ストア北陸から、富山西部に変更し、小松店を、西友の直営店舗として分離した。 1986年11月に、富山西部は、西遊ストアー、北陸時代からの回転経費等による、累積債務を一掃するため、西部百貨店富山を設立。営業権を新会社に移管した。また、累積債務は西部流通グループによって処理された。1988年3月1日に、ダルマヤ西部と富山西部は、対等合併し、西部北陸として、 新発足した。また声優が運営していた小松西部の運営も西部北陸に移管された。1993年10月1日、西部百貨店に復帰した和田茂明の進める店舗の標準化などによる経営改革に沿って西部北陸は西部百貨店に吸収合併された。その後、市郊外に建設されたショッピングセンターの構成などから、 富山店の売り上げは最盛期の4割弱に落ち込み、採算が悪化。これによって2006年3月31日に閉店した。閉店後、跡地は長らく放置されていたが、2013年2月、ソークルは山頂目地区市街地再開発準備組合が発足。大和ハウスにより23階建てのプレミストタワーソークルワの建設が進められ、2019年5月に、 竣工した。1階から4階までを商業施設、5階が業務施設、6階から23階を分譲マンションとし、総事業費は約156億円。このうち約60億円は国、県、市からの補助金が当てられた。糸井川列車区の撮影画像。西部の広告等が確認できる、糸井川ショップ、新潟県糸井川市大町、店舗面積。 約200平方メートル。富山西部の外省を目的とした小型店で、糸井川駅前のビルに1989年7月、開店。ビルの屋上には、当時、西部の看板の広告塔が付けられていた。1990年代に閉店。この他にもサテライトショップは、魚津市、高岡市、黒部市、都並市にも存在した。 小松店石川県小松市土井原町10の10、久野りビル西遊小松店として1975年に開店。1983年、西遊小松西部店に転換。グループ再編により西部北陸を経て九州合併された。1996年12月25日閉店。1998年に小松大和が開業したが、 2010年6月に閉店。ビルは、大和が解体、土地を4億2000万円で、小松市に売却、2017年12月に複合施設、小松アズスクエアが開業。高知西部高知店、有楽町マリオンに存在した西部有楽町店、有楽町西部川崎西部西遊西遊里山、西部店特約駐車場看板。 西武百貨店と同じ衣装や包装紙などを使用していたものの店舗営業や商品の仕入れ自体は声優の管轄店舗であった。厳密には百貨店ではないため百貨店を抜いた西武の名称のみを使用。西武を名乗っていた店舗ではローマ字タイプの SEIBU の I 部分のロゴの配色も異なり緑色を使用。 セゾングループ内から運営委託を受けていた店舗クレディセゾン林部西部百貨店と資本参加した地方百貨店香港西部。ありがとうございます。